それでは低温発酵の薄力粉パンを作っていきたいと思います。ぬるま湯 110g、 砂糖 20g、 ドライイースト小さじ1、泡立て器でドライイーストをしっかり溶かしていきます。薄力粉 200g、 塩 3g、 オイル大さじ1、ゴムベラでひとまとめにしていきます。次は手でこねていきます。2分ぐらいこねて生地を伸ばしてみるとこんな感じ。もうちょっと生地に伸びが欲しいのでさらにこねていきます。左右に引っ張り薄い生地になっても破れなければ完了です。生地を別のボウルに移していきます。ボウルに油を少し垂らして全体に塗っていきます。生地をボウルに移動したらひっくり返して生地全体に油をコーティングしていきます。ボウルにラップをかけます。今回は冷蔵庫で約12時間発酵させてみました。12時間くらい経ったらボウルを冷蔵庫から取り出しラップを外します。発酵の状態を指でチェック。生地がついてこなければ OK です。薄力粉でも薄く伸びる生地になりました。生地を台に移していきます。台に打ち粉を振っていきます。使っているものは強力粉です。生地を台に置いてガス抜きをしていきます。折りたたみながら棒状に丸めていきます。生地を6等分にカットしていきます。1個 50g から 55g がいい大きさだと思います。閉じ目を下に作りながら丸めていきます。閉じ目はしっかりギュッ。天板にのせていきます。生地の表面に強力粉を振りかけていきます。粉を振った後はラップをかけて2回目の発酵を行うのですが、生地がとても柔らかくラップにくっついてしまうので今回はこんな風にボウルをかぶせて発酵してみました。ちなみに発酵させている場所は余熱中のオーブンの上です。2回目の発酵時間は約30分くらい。あとは180度に余熱したオーブンで15分から18分焼けば出来上がりです。冷蔵庫でゆっくり発酵させているのでとてもきめの細やかな柔らかい生地になりました。薄力粉でも美味しいパンは作れます。強力粉が手に入らない時などにはぜひこの薄力粉パンをお試しになってみてください。最後までご視聴どうもありがとうございました。これからも美味しい幸せをたくさんお届けできたらいいなと思っています。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではまた。